いやー、今日もお酒がうまいね。こういう日はお酒に限るね。あ、お酒を飲んでる凛花さんってことは別の凛花さんだな。詳しい話を聞いてみるか。や、二人とも一杯どう？今度は騙されませんよ、凛花さん。あなたが凛花さんじゃないってことはもうバレてるんです。なんだ、つまんないな。でも残念、あの子が凛花なように私も凛花よ。つまり私が凛花じゃないってことはないわけ。わかる？確かにそっくりですけど、あなたは俺たちの知っている凛花さんとは別人でしょ。それにあなたは危険な人だと凛花さんから聞いています。もしそっちがその気なら。まあまあ落ち着きなさいよ。私は姉さんみたいにあなたたちに意地悪なことなんてしないから。というわけで、そんな怖い顔しないで仲良くしない？凛花、エスカとロジーに近づくな。二人は私の大切な仲間だ。本当に二人いる。並べてみるとさすがに驚きだな。そうカッカしないの。イライラしてると剣も鈍るわよ。一杯どう？その挨拶の仕方、物腰。3番目だな。そ、正解。末っ子ちゃんは相変わらずね。ま、こっちに来なさいって。久しぶりにいろいろ話しましょうよ。お前たちと慣れ合うつもりはない。敵意がないというのもきっと背後から。もう言うこと聞かない子ね。いいから座る。やめろ。そ、お酒はちょっと。そうなの？つまんないわね。親父さん、ジュース一杯ちょうだい。あ、ジュースだな。って、お、なんで姉ちゃんが二人いるんだ？ユクさん、気づくの遅すぎです。じゃ、凛花の再会を祝って乾杯。乾杯。それにしても元気そうで何よりよ。だって姉さんったら絶対にあんたを泣かせてやるって出て行ってそれっきりだし。どっかで姉さんにやられたんだと思ってたけど、まさか生きてるとはね。あいつにはもう会った。追い返してやったけど、またいつ来るか。あんたがやるじゃん。このかな。見た目が一緒なのにここまで性格が違うっていうのはすごいな。うん、変な夢を見ているような気分です。それにしてもあんたの服のセンスってなんとかならないの？色もなんか地味だし。これはマリオンの選んでくれたものだ。それにお前だって私と同じ服を着てるじゃないか。だってそうしないと凛花のふりしてお酒が飲めないじゃない。それはもうやめてほしい。でないとマリオンが困ってしまう。はあ、あのちっこいの。ねえ、あんたまだあいつと一緒にいるの？マリオンは私の恩人だ。マリオンの護衛が私の任務なんだ。そんなのどうでもいいじゃん。私と一緒に行こうよ。うり。もういい、帰る。お前はこの店に二度と近づくな。いいな。あらら、怒らせちゃった。じゃあ私もそろそろ帰ろうかな。ってわけでお二人さん、
と仲良くしてあげてちょうだいね。あの子変なところで頑固だけど、私たちと違っていい子なのよ。あの子には私たちみたいなことになってほしくないから。え、それってどういう。それじゃあね、縁があったらまた会いましょ。なんだか不思議な人でしたね。あったかい感じで、なんだかお姉ちゃんみたいな。あれ、おい、あの姉ちゃんまた金払ってねえぞ。迷惑な人だけどな。また班長につけていいのか。